では続いてはテーマセッションとなります。イギリスインパクスアセットマネジメント創業者 CEO のイアン・シムさんです。こちらはリモートにてお送りいたします。ではお願いいたします。 Okay, good afternoon, everybody. 皆様こんにちは。東京に行かねなくて申し訳ございません。でもスライドで共有して普通のプレゼンテーション遠隔ですけれども進めさせていただきたいと思います。ありがとうございます。サステナブル開発、1980年代後半から手掛けました。インスピレーションを感じたからです。地球を改善しなくてはならないと思って98年にインパクスアセットマネジメントを立ち上げました。年金基金およびソブリンウェルスファンドのために運用して世界中で運用することによりまして素晴らしい投資チャンスを浮き彫りにしてよりサステナブルな経済へのトランジションに貢献したいと思ったんです。ですので25年間ビジネスを立ち上げてきました。最初はイギリスで立ち上げたんですけれども現在では上場市場株および債券プライベートマーケットにも投資しておりまして世界最大の投資チームの一つでありまして約500億ドル運用資産残高があります。またスチュワードシップインパクトレポーティングおよびリサーチも重要なテーマにおいて行っておりまして気候変動生物多様性などを取り上げて行っております。次のスライド。最初の日本のクライアントはみずほグループでした。2008年のことです。我々日本企業に投資始めたのは2002年ですけれどもアジアのリサーチが始まったのは2007年でありましてリサーチチームを香港に置いております。投資をここが先導してアジア地域の投資を行ってきております。2010年に BNP パリバ東京とパートナーシップを設立して BNP パリバ東京はもう13年パートナーシップとして活躍してくれております。今年2023年に初の東京オフィスを開設いたしました。東京ベースのスタッフを置きました。これは都庁のグリーンファイナンス補助金プログラムのサポートを得てできたことであります。ですのでインパクスは今日本で確たるプレゼンスを持っております。ぜひとも日本の企業そして投資家と今後連携を深めていきたいと思います。次のスライド。もう皆様よくこんなことはご存知だと思いますけれども東京はもう素晴らしい場所でありましてサステナブルファイナンスにもふさわしい場所です。理由3つありまして日本企業は皆様も今日のセミナーでも聞いていますけれどもサステナブルエコノミーへのトランジションの主導的な役割を果たしております。技術でもってまたサステナブルファイナンスは東京のフォーカスでもあります。東京は素晴らしい投資先であります。コミュニティへのアウトリーチが強いということと海外投資家に対して誘致活動を行っておりまして成功例に吸収している。もう一つですけれども日本はコーポレートガバナンスおよびスチュワードシップの改革という意味でも進んでいます。それは非常に大きな業績を果たしております。それぞれの理由について少し詳しく話しましょう。言うまでもなく日本は産業エネルギー効率ではグローバルリーダーでありましてマーケットシェアの 30% を獲得しております。自動化ロボット技術で特にこの3つの分野デジタルインフラ輸送ソリューションで先端的な車両開発また建物関連の高効率な冷暖房またロボット分野においてももう世界で最高水準でありまして日本の産業界に対してはインパクスも多大なる投資を行っております。2点目ですけれども日本はグローバルな投資家を引きつけております。サステナブルなトランジションは世界中で注目の分野でありましてそういった中で日本の資本市場が最もアジア地域においては発達しており 30% 以上が外国人投資家所有率でありますので当然
外国からの投資が集まってくる当然の投資家水であります。東京グリーンファイナンスイニシアティブはもう世界中で知られておりまして、2年間立ち上げられてから経ちましたけれども知られております。また岸田総理が最近アジアトランジションファイナンスコーリションを立ち上げると発表されたということで、それだけさらに飛躍的に海外から日本に対する注目が高まっておりまして、日本企業に対する投資意欲が増えました。また東京都庁はロンドンのシティとのパートナーシップを続けています。お互いに助け合うことによってサステナブルトランジションに関して補完して拡大しようという試みを続けております。3つ目、コーポレートガバナンスの改革にも意を強くさせられるところでありまして、アジアでは初めて日本がスチュアードシップコードを発表いたしました。2014年のことです。日本の金融庁、規制当局および東京証券取引所は現時点におきまして非財務情報の開示を義務化、強化を義務化しております。2023年今年の4月、金融庁は上場企業の女性役員を2030年までに 30% するという目標を発表しております。次のスライド締めくくります。インパックスはグローバルで25年投資してきました。そしてここ21年は日本にも投資しております。よって随分時間をかけて考えてきました。どういったところでオフィスを開設するか、チームを設けるかということで東京を選んだんです。東京はそれだけグローバルな投資運用世界におきましてサステナブルファイナンスの中心地としてプレゼンスが高い、こういう機運が高いということです。もうすでに立証済みでありまして、外国人投資家の資金の流れがものすごい、そして日本以外の企業が日本の進出、日本チームを設立しております。そこからアジアにアクセスしております。また日本政府および日本の業界が良きコーポレートガバナンスを目指している、スチュアードシップの改革を後押ししている、そのことによってさらなる資本の流入が起きるだろうと確信しております。ご清聴ありがとうございました。皆様とインパックスアセットマネジメントの東京オフィスを通してさらにお付き合いをすることによってよりサステナブルな開発を皆様と一緒に先導したいと思います。ありがとうございました。イアン・シムさんのテーマセッションでした。